はいどうも藤原です今日も仮想通貨、ビットコイン、リップル、イーサリアムの相場分析をしていきたいと思いますこのチャンネルでは仮想通貨のチャート分析や株の個別銘柄の分析を毎日配信しておりますので投資に興味がある人とかお金持ちになりたい人はぜひチャンネル登録をしてみてくださいはい、えー、仮想通貨ですねえっとちょっとね銘柄によってね動きがちょっと違う感じがするんですけども えまずビットコインの方からいきましょう、えー、ビットコイン1時間足です、えー、こんな形ですね、えー、と三角持ち合いを形成しているように見えますそんな感じですねえっ、ー、とただえ上値は切り下げで下値は切り上げって感じなんでやっぱり三角持ち合いかなと思ってますで直近ののねこの 安値を割ってくると危険信号の2つ目が点灯しますよと話を機能したんですけどここはタッチしませんでしたねタッチしないで今上がってきた116万円ぐらいのところですねえ1 1100ドルとかそれぐらいのところになるんですけども今上がってきてますで基本的にはえまあ中長期で上昇の三角持ち合いは上抜けする確率が高いしかも えと角度がどっちかというとこっちが急角度こっちがあの低い角度っていうかん感じなんで若干汗空っぽい形になってるのでどっちかというと上に抜きやすいかなと思ってます。で、えー、私もね、えー、とさっきねロング入りました一応。ロング入ったポイントはちょっとこれ拡大しないのが何でかわかんないですけど、えー、ここにタッチした後えと、ー。 反発してきてえ結構ね二つ二時間2時間分1時間足で大きな要素出てきたのでそこでちょっとロング今入ってますでここの三角持ちは割れたら損切りって感じですねはい、えー、ビットコインはそうですね、まあ、まだ下抜けする確率っていうのも結構注意しなきゃいけないので、えー、まずま、まあ今一つぐらい、えー、警戒、まあ、下落の警戒シグナルが1個点灯しましたねえっ、ー、と ここの上昇トレンド、短期の上昇トレンドで1回割りました、で次、これ割ると2回目の、えー、警告シグナルで、ここ割ってくる111万円ぐらいのところ割ってくるとさらに、えー、警戒で、ここの110万円のところ、1万500ドルのところっていうのは長期的に何回も、えー、サポートされているところなのでそこはちゃんと見なきゃいけないですねあれ拡大できないいおかしいね。 1>, えー、1万100ドル、えー、1万500ドルですね。1万100ドル、500ドルのとこは、しっかり見とかなきゃいけない。そこでサポートされるんじゃ、落ちてきてもそこでサポートされるんじゃないかなとは思ってるんですけども、こんな形ですね。こんな形で、これ今、えー、冷やしに変えましたけども、ここで、えーえー、1回、2回、3回で、4回目で今、上がってきた。落ちてもここでサポートされやすいっていうのはあると思います。はい。そんな感じですね。 まあちょっと三角持ち合いどっちにできるかわからないのでえ三角持ち合いを上抜けしたらまたロング入ってもいいんじゃないかなと思いますえっとさっきのね反転のところを見逃してしまった人はえ三角持ち合いの上抜けでロングそれでいいんじゃないかなと思ってますえごめんなさいちょっとねえタブレットの調子が悪くてさっきなんか画面が動かなかったんでまた元に戻ってしまったんですけども この辺ですね、えー、この三角持ち合いを上抜けたら結構強いロング入ってもいいかなと思ってます。あるいはもう一回この三角持ち合いの下線にタッチしたらロング入ってもいいかなと思ってます。はい、CME の窓は開いたままもう数日経ってるんですけどなかなかねあそこまではいかないかもしれないですね。あの CME の窓って開いてから、えー、100日以上窓埋めに時間かかったってことがあるので窓埋め しそうだからって言ってショート入るっていうのはちょっとやっぱりナンセンスかなと思います中長期的にはね今かなり上昇トレンドなのでちょっとショートに入るにはかなり逆張りすぎて怖いかなって思ってますはいビットコインはそんな感じしようと思いますでイーサリアムですよねイーサリアムが相当強い値動きしてるんですよね、えー、まず冷やしチャートから見ますけども、えー、ビットバンクの冷やしチャート、えー、ずーっとここ一年半ぐらい抑えられてた下落トレンドラインを えー、上抜け7月に上抜けしましたそっからの急騰がすごいですよね、まあ、ビットコインもそうですけど中長期的にずっとレジスタンスされてたラインを超えるとピョンって跳ねてくるでイーサリアムもかなり強いおとといぐらいまで揉んでたんですけども、えー、昨日ねまた10%ぐらいまで上げてきたんですよ日本円に行くと、えー、3万2000円ぐらいから3万5000円ぐらいまで上がってきた、はい、かなり強いですよで あんまりええ押し目作ってきてないのでこれはちょっと引き続きロングかなと思ってます、えー、ロングに入りたいんですけどやっぱりなるべく一旦下がったところで、えー、ロング入りたいですよね例えばフィボナッチリトレースメントを引いたええー、0.382とか 0.236とかそれぐらいで入りたいんですよねちょっと今日なんかタブレット操作がダメですねごめんなさい、えー、とここのギャラクトレンドラインを超えてくるまでの、えー、底根からあれ高根まで、えー、フィボナッチ引いて0 2 3 6にまあここタッチして上がってきたって感じなんであんまりやっぱりね押し目作っとかないんじゃないかなと思います にタッチしたぐらいでまたロング入るで割れたら損切りでそんな感じの繰り返しで結構取れるんじゃないかなと思ってます。はいイーサリアンはもひたすらね買いでいいと思います。はい、で、えっと、リップル先生ですよねリップル先生は引き続きこれ冷やし跡になりますけどもこういう下落の平行チャンネルを描いているのでここを超えるまでは買いじゃないかなと思います。ここで買うっていうのはこの辺とかで買うとのと同じような意味を持つので。 ここれれれくるるかかももししなないいですよねやこうやってて落ち直近底値の13円とかになってくるかもしれないしもっと下10円とか9円とかになってくる可能性もあるんでここでローンが入るとかここでゲーム使うって感じ,じゃないいと思います、はい、私はあのこの辺の14円とかこの辺の23円とかで持ってるので、えー、下がってきたらえもう利格してしまおうかなと思いますでもう一回えこの辺でフィブ引いて0.618とか。 その辺で入るとかあと13円で入るとかあと10円で入るみたいな感じで難品していって現物を買い集めていこうかなと思ってます、はい、そんな感じですね、えっと、仮想通貨は結構今銘柄によってばらつきがあるのでビットコインの資金があるとコイン行ったりアルトコインの資金がまたビットコイン戻ってきたみたいなのを繰り返してると思うんですよあと、えっと、コインポストの記事で、えー、US ドルテザーの、えー、大量発行が行われたっていうのが、えー、ありましたね US ドルテザーっていうのはあのアメリカとかの仮想通貨取引所ではビットコインとかその他のアルトコインとかを買うあのための仮想通貨なんですよドルと同じ価値を持っている仮想通貨なんですけどそれが大量発行された時に急な上昇が起きたんですよこれやあのビットコインで冷やしちゃうんですけどもこの急上昇が起きた直前にも US ドルテザーが大量に発行されてるんですよねでそれがね一昨日ぐらいに大量に発行されたっていうので またこれぐらいの急騰があるかもしれないですね。で、それぐらいの急騰があると、今度は130万円ぐらいまで上がってきてもおかしくないかなと思います。130万円というのは、2019年の夏ぐらいにつけた、えー、このラインですね。今ここ、これ130万、これ140万、150万って感じで、これレジスタンスされてるんですけど、ここぐらいまでまた急に上がってきてもおかしくないかなと思います。幸せに見るとやっぱり この上昇かなり強いですねだからこんな感じの同じぐらいの上昇を作ってくるとしたらやっぱ150万ぐらいまでいってもおかしくないと思うんですよねはい、はい、であとは、えー、と株の動きなんですけども、えー、かなりね今日日経平均が下げたんですよこれ日経平均です、えー、今もう、えー、とこれ取ってるの4時半なので閉まってるんですけど見てくださいこの大院線ですよここね私ずっと描いてて上昇ウェッジですよって言ってました でこういう上昇ウェッジっていうのは下抜けする確率が高いのでそろそろ先端になってきたらドバッと落ちるよって言っててその通りになってきたんですよねあのこういうね上昇ウェッジのチャートをね私たまに「我慢汁チャート」って言ってるんですよ我慢汁っていうのは先っぽが濡れてきて我慢汁出てきたらピュッて出ちゃうよってこと、うん、ちょっと下ネタだな悪いんですけどこういう上昇ウェッジは我慢汁チャートって覚えたらいいと思いますで大きく落ちてきてるんですよでこの落ち方ね結構怖いですよね この勢いなんで下手したらやっぱり、まあ、ここまで落ちてくるってことはないんでしょうけどやっぱりコロナショックの2番底みたいにつけてくる可能性があるんですよ。はい、でそうやって株がね落ちてきてるのに、えー、のー仮想通貨が上げてるっていうのはものすごくいい傾向だと思いますよ。あの株の資金が仮想通貨に流れてるっていう証拠でもあるので、えー、それで仮想通貨がものすごく上がるっていう、まあ、株ばっかり投資してる人が仮想通貨にも投資してみようかなって投資するみたいなね そういう動きがあると仮想通貨を上げやすい上す。ゴールデジタルゴールドってビットコインが言われてますけど、まあ、そういう動きですね株が買われる時は金は売られる金が買われる時は株は売られるそれと同じような感じになって株が買われる時に仮想通貨が下がる株が売られる時に仮想通貨が上がるみたいになってくると強いかなと思ってますはい、えー、そういう感じで、ね、仮想通貨の上昇に期待したいなと思います はい。そんな感じで今日はビットコインとイーサリアムとリップルの3つの仮想通貨の相場分析を行いました。え今日のお話が役に立ったという方はぜひチャンネル登録と動画のグッドボタンをお願いします。私こうして仮想通貨のチャート分析を毎日配信しております。またこの動画の説明欄に私がおすすめする仮想通貨取引所、日本の取引所であればビットバンクとコインチェックですね。えっと、海外の取引所でいうとオーバービットとバイビットです。特に オーバーバビットの方はこの動画の説明欄のリンクからのみ初回登録で30ドル、えー、3000円分ぐらいが、えー、もらえるというキャンペーンをやってますのでぜひ登録してみてください。最後までごご視聴ありがとうございししたた藤村